東松戸駅は、千葉県松戸市東松戸にある、北総鉄道、京成電鉄、東日本旅客鉄道の駅である、北総鉄道の北総線、京成電鉄の成田空港線、JR 東日本の武蔵野線が乗り入れている。このうち、京成電鉄については、北総鉄道の線路を借りて、運行を行う形態のため、両線は実質同じ路線として扱われる。 北総鉄道には HS05JR 東日本には JM13 の駅番号が与えられている。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。JR 武蔵野線をまたぐため、ホームは地上17メートルの高さにあり、3階が改札コンコース、4階がホームとなり、各階はエスカレーター及びエレベーターで連絡している。北総鉄道が線路を含む施設全般を保有。 駅業務を行っており、標識類は北総様式に準拠している。形成については、形成線に代わり、成田スカイアクセス線と表示、案内がされている。これは JR 列車内、駅構内も同様である。開業時から2面4線への拡張が可能な構造となっていた。2010年7月17日の成田国際空港までの延伸に向けて、拡張工事が行われ、 2009年2月14日から2面化されて新設上りホームの供用が開始された。これによって当駅での通過対比及び緩急接続が可能となった。また将来的に重量編成が停車可能な構造となっている。NTTBP の公衆無線 LAN 設備が設置されておりドコモ Wi-Fi が利用できる。また有給コミュニケーションズの公衆無線 LAN 設備が 設置されており、Y2 の公衆無線 LAN サービスが利用できる。乗り場、編集駅構内設備、編集相対式ホーム2面2線を有する公開機で、ある。緑の窓口はないが、指定席券売機と短距離自動券売機が、設置されている。改札コンコースとホームを連絡する、エスカレーターエレベーターがある。トイレは、車椅子などに対応する多機能トイレが、 併設されている JR 東日本ステーションサービスが駅管理を受託している西船橋駅管理の業務委託駅2018年3月24日より始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働している武蔵野線の駅としては1990年代に開設された唯一の駅であり 吉川南駅、越谷レイクタウン駅に次いで新しい駅である。乗り場、編集駅構内設備、編集各社とも乗車、乗降人員は乗り換え駅としては少ない人数である。その理由の一つとして、北総線経由の運賃が割高で定期通勤経路として敬遠されやすいことが挙げられる。北総鉄道運賃問題も参照。また、両線とも、 都心方向に向かう際には当駅で乗り換えをしなくても到達できる上、両線とも本数が少なめで乗り継ぎが考慮されていない。京成のアクセス特急は当駅を通過する計画であったが、県や市、JR 武蔵野線沿線,沿線自治体などの要望により停車することになった。2000年代に入ってからは、駅周辺マンションの入居が進み、定期通勤利用が増加したため、各社とも利用客数は、 増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員の推移は以下の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は以下の通りである。微光ベルクス東、松戸天松戸市立福祉医療センター東、松戸病院駅税券は古くは住宅、農地などが混在する郊外地域であった。北総線開業後の開発の主体となった。 上時期と地区画整理事業は一時停滞したが、その後の再現部と松戸市の手こ入れにより、軌道に乗り、2012年2月24日に、完治処分を完了するに至った。これにより、駅を含む周辺の地名であった。上時期は、東松戸に変更された。商店街などは未だ形成されていないものの、駅前に、スーパー、飲食店が、徐々にできつつある。 2016年6月27日からのバス乗り場は、下記の通りに変更となった。北総鉄道、京成電鉄北総線、成田スカイアクセス線アクセス特急、特急京成高砂駅東松戸駅、新鎌ヶ谷駅急行矢切駅東松戸駅、新鎌ヶ谷駅普通秋山駅東松戸駅、松飛台駅東日本旅客鉄道武蔵野線。 一川大野駅東松戸駅から深夜柱駅、出店、編集広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集 JR、私鉄の1日平均利用客数、JR 東日本の2000年度以降の乗車人員、JR、私鉄の統計データ、千葉県統計年間、ありがとうございます。